フィネントロプは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のオルペ軍に属す、町村である。この町は、ザウアーラントに位置し、グロサークラインスタットに分類される。フィネントロプは、オルペ軍の北端、南西のエッペ山地と北東のホメルトの2つの山並みの間に位置している。最も大きな川は、町域を、 南から北へ1 1キロメートルにわたって流れる、レネ川である。この川は、南のバーメノールから長域に入り、レンクハウゼンから長域を離れる。レネ川が、フィネントルク地区に達する直前に、南西から流れてきたビッケ川が、レンハウゼン近郊で東から流れてきたフレッターバッハ、川が、レンクハウゼン近郊で東から流れてきたクリンゲバッハ、川が、レネ川に合流する。 レンクハウゼン付近のレネ川が町内の最低地点で海抜220メートルである。フィネントロプの最高地点は町域北部の森の豊かな場所でレネ山地とホメルトとの移行部にあたる。最高地点はボイスペルトの北、ゼレンシュティュッケの海抜651メートルの地点である。町域の南境界はおおむねフレッダーバッハ川と エルスペバフハ川との分水海沿いに通っており、その最高地点は海抜519メートルに達する。町の行政当局の報告によれば、町域の南北幅は11.97キロメートル、東西幅は12.42キロメートルである。町域の最大幅は南西のホレンボックから北東のフレッターシュプリングまでの約17キロメートルである。 総面積104.242平方キロメートルのうち65.07平方キロメートルが森林22.32平方キロメートルが農業用地である。住宅、交通用地は15.38平方キロメートルである。2001年と2002年に交通、住宅用地はわずかに減少し、これ以後周平均と同程度になった。フィネントロプは、北は、 ズンデルン、北東及び東はエスローへ、南はレネシュタット及びアッテンドルン、西はプレッテンベルクと境を接している。町域は行政上これ以上分割されることはない。ただし個人レベルではより細かい集落名や一部の農場名が用いられている。個々の集落の歴史は中世にまで遡る。資料には1162年頃に、 レンハウゼン集落とレンクハウゼン集落が記載されている。しかし、考古学研究では、現在のシェーンホルトハウゼンの教区教会の場所に、11世紀から先行する教会が建っていたことが証明されている。この教会は、ヘルフォルト修道院の私有教会であった。この他に、アルンスベルク博、ビルシュタイン貴族家、ドイツ修道院、ケルンのマリアの温長修道会が、 現在のフィネントロプ町内に所領を有していた。さらに、下級貴族の所領もあり、その建築物の一部が現存している。13世紀から19世紀の初めまでこの地域は、ベストファーレン公領に属した。その後は、ヘッセンダルムシュタット法白領を経て1816年から、プロイセン王国領となった。町名は、フィネントロプという古い集落に由来する。 この集落は現在、アルトフィネントロップと呼ばれており、ビッケ川を数百メートル遡った地点にあたる。ゴビのトロは、村を意味する古語トロあるいはトープに由来し、ノルトベストファーレン州ではそれほど珍しい地名ではない。19世紀の工業化により、それまで農業を主体としていた、現在の町域の一部に工場が進出し、これが社会的な変化をもたらした。 最初の変革は19世紀前半の道路建設であった。工業発展の決定的な要因は1861年のルールジーク鉄道の開通であった。この地域の駅はビッケ川とレネ川との合流地点付近の橋の近くに建設され、1828年からはノイブリュッケ住宅地が建設された。その後この付近に最初の企業が定住した。 超域のこの部分が現在の町の中心地へと発展した。第二次世界大戦の終わり頃、アメリカ軍部隊が1945年4月11日に侵攻してきて、この町を占領した。戦争の間にドイツ国防軍に属す68人が死亡した。ドイツ鉄道 AG は2002年にフィネントロブ駅の券売所を閉鎖した。その2年後に町が駅舎を買収した。 古い駅舎は2007年に住民の反対にもかかわらず解体された。自治体としてのフィネントロップは1969年7月1日にオルペ軍の新設に関する法律に基づき、それ以前はアムトゼル県道で二属していたシュリプリューテンとシェーンホルトハウゼンの二つの町が合併して成立した。アッテンドルンラント、ヘルデン、エーリンゲンのそれぞれ一部がこれに加わった。 新しい自治体は軍の再編によりオルペ軍に属した。21世紀に入って以降、この町の人口は減少している。2002年にはまだ出生数が死亡数を上回っていたが、2006年以降は死亡数の方が出生数よりも多くなった。人口バランスがマイナスになっているのは、転出者数が転入者数を上回っていることによってももたらされている。 2002年に、両者の収支はマイナス72人であったが、2008年の、それはマイナス243人と拡大している。しかしその後収支は改善され、2014年からプラスに転じた。2015年の収支はプラス301人であった。町の人口減少率は、2002年のマイナス2.3%から2008年のマイナス14.7。14. パーセントと拡大している。2015年末時点の人口密度は165.3人平方キロメートルである。これは軍全体の平均よりもやや少なく、周平均よりもかなり少ない。ひどいつ人数は1985年の712人から2000年の1813人まで増加し、その後再び減少して2010年のその数は、 1530人となったが、2015年には1831人と、再び増加した。2011年5月のゼンスス2011によれば、住民の大部分がカトリック信者である。約12.2%が福音主義信者で、14.7%が沢の宗教の信者、または無宗教である。フィネントロプの町下会は34議席からなる。 町長は、1997年から弁護士のディートマール・ヘスが務めている。彼は2015年の選挙で64.18%の票を獲得して再選されている。ズンガラ、この町の紋章は、緑地に銀色のバラ。その上に、銀色の波状の逆 V 字図形が描かれている。解説、バラは、フィネントロプ家の象徴であり、1358年に、 授与された。上部の波形の三角図形は、ビッケ川とレネ川の合流を象徴している。緑色は、緑地の多い町の状況を表している。フィネントロップ文化協会は様々な種類の文化イベントを組織している。会場は、フィネントロップ祝祭ホールである。1954年に建設され2006年に完全に修復された映画館。 出演法ヒトシと出ーレも2007年から会場として利用されている。いくつかの地区にはアマチュア劇団がある。例えばアマチュア劇団オステントロパアスカラやアマチュア劇団ゼル剣道でなどである。数多くのクラブが合唱やその他の形態で音楽を楽しんでいる。フィネントロプシェーンホルトハウゼンの郷土博物館では農林業、 手工業、地元の習俗が展示されている。博物館には1900年頃の靴屋の工房、家具職人の工房、不意語のある家事や教室、診察室、寝室が再現されている。牛乳加工や土地区のための道具のほか、数多くのキッチン器具が展示されている。さらに、シェーンホルトハウゼン協会区からの移住をテーマにした展示も行われている。 聖マリアの非正典教会重要な宗教建築としては、シェーンホールトハウゼン地区の聖マリアの非正典教区教会がある。現在の建物は1733年から1736年にゴシック化したバロック様式で建設されたが、斎藤には先代の教会の名残を伝えるロマネスク様式の要素が残っている。シュリプリューテンの聖下オルク教区教会は、 ロマネスク様式のハレンキルヒエである。内装の一部は17世紀に作られたものである。アルト・フィネントロプのマティアス・礼拝堂は1383年に建造された。フィネントロプ地区の宗教建築は、カトリックの聖ヨハネス・ネポムク教区教会と、福音主義のクリストス教会がある。レンハウゼン城かつての水木から発展した3つの貴族の館は重要である。 結間近郊のアーハウゼン城は18世紀に現在の形になった。レオハウゼン城は概ね16世紀に現在の形となった。バーメノール館はバロック様式から現在の形となった。いくつかの水車が技術文化財に含まれる。フレッターミューレのアルテミューレは600年の伝統を持つ。クノヒエンミューレは1900年頃に建造された。 両水車は見学可能である。1920年代から1930年代に、いくつかの水力発電所が設けられた。レオハウゼン流れ込み式水力発電所やバーメノール流れ込み式水力発電所がその例である。長年にわたって、鉄道施設がこの町を支配していた。鉄道ルールジーク鉄道沿いに1896年に、 建設された駅舎は2007年に取り壊された。この他に閉鎖された歴史的な精錬所が3カ所あった。1874年にレネ川の川西に建設されたリングロク出編は1944年に一部が破壊され、1982年に閉鎖された。歴史的な建物は取り壊され、その後2010年に雪の重みで屋根が押し潰された。 デトモルト野外博物館のザウアーラント村には、この町から1770年建造のオステントロップのカイザーイコール変形屋敷と1877年建造のフレッターのレムベルク館が移築されている。さらにこの村の橋はフィネントロップの橋をモデルに作られた。アーハウザークリッペン町内には全部で9カ所の自然保護区があるアーハウザークリッペンとセキドメ湖。 アウフデムハーネ、アウフデム、シュタイン、バーメノール、ブーフベルク、シュタインコプフ、エルバースカンプ、ホーエライ、ハウスシュラーデ、ムッターシュタインヘーレ。この他に、FFH 地区、キャクブーカノイスルダー、カルカルブトロキンラセンウントフェルソン SDL、フィネントラップがある。この FFH 地区は、常日の自然保護区のいくつかを含む。フィネントロップの長域は、 主有部分を除いて、ザウアーラントロタール山地自然公園に属している。2006年からフィネントロプの町域西部に、建造地区以外の土地を景観保護地域に指定する、アッケンドルンヘッケンヘルデン地域計画が適用された。町内には、4つの保護対象の景観構成要素がある。アッケンドルナー通り沿いのビッケの旧坂、フェルトゲヘルツハールと、リューデンシュタイン、ビッケタールの エココツレである。この他に保護対象のビオトープが数多く存在する。フィネントロプにはワシミミズクの他にナベコ飛び渡りガラスなどの大型鳥類が生息する。19世紀までは農業が主要な収入源であった。工業界以前の鉱山業は限定的な役割に過ぎなかった。1860年代以降、道路や ルールジーク鉄道の建設によって多くの産業が進出し始めた。この傾向はアッテンドルンへ通じるビッケタール鉄道の開通によってさらに強まった。一連の工業企業が設立された。現在は金属化工業のほかに木工業や合成樹脂化工業も重要である。2015年の社会保険支払い義務のある労働者は5076人であった。 このうち73.5%が製造業に従事していた。これに商業、接客業、交通、運輸業が12.5%の商業、その他のサービス業が13.0%であった。地域を超えて有名な地元企業としてはメッテンフライシュバーレン、アイバフハフェイレルン、ティッセンクルップスチール、ヨーロッパの工場がある。町内にはさらに、 レンクハウゼンイコールグリンゲに、レンクハウゼン用水式水力発電所がある。フィネントロップ駅フィネントロップ駅は、ハーゲンからジーゲンに至るルールジーク鉄道にあり、ここからオルペへ向かう、ビッケタール鉄道が分岐している。これによりフィネントロップは3方向に鉄道が、つながっている群内唯一の駅である。1966年5月1日までは、ここからベネメンまでも、 旅客列車が運行していた。アッテンドルン、エスローへ、レネシュタとプレッテンベルクへのバス路線が存在する。さらに町内にコミュニティバスが組織されている。フィネントロップは連邦道 B236 号線沿いに位置している。町内にアッテンドルンフィネントロップ飛行場がある。2016年10月15日現在、フィネントロップ町内には基礎家庭学校3校、 本家庭学校一校、実家学校一校、総合学校一校がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。カーニバルのバラの月曜日前の木曜日に、開催される、女性のためのカーニバルフリューショッペンは午前中に行われる軽いパーティーを意味する。AB コモヤナルプロファルフィネントラープ。ランズディーティンバンク NRWP32019 年1月27日閲覧。ベボケルウングでアゲメーンデンノードラインウェストフリンズ AM31 デトセンバー2020フォアチャシュレイバーングでベボケルウングスシュタンズアウフベーシスでゼンススフォーム9マイ2011コモヤナルプロファルフィネントラープ。 ランズデイテンバンク NRWP12019 年1月27日閲覧。ABC ゲマインデフィネントラープアルゲマイネジョバグラフ社インフォアマツヨーナン。2008年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月27日閲覧。ピーター・クラクトサウアーランドシー・ジャーランド・ウント・ウィテガン・スタイナーラントマンスター アスケンダーフ、ピアニッシモ、82。ISBN 978から3から402054970。アルベルト・ヒスケンス、デア・クライス・メイ・シェイド・ウンター・デア・フーアー・ウォルズ・デ・ツバイトン、ベルト・クリークス、ビール・フェルト、ダラック、ダブルーベル・テルスマン、ピアニッシモ、118。178から180。ボンホフ・フィネントラープ、ダイ・ゲシヒテ。 2019年1月27日閲覧。マーチン・バナーマン、ライ・ゲメ伝でンデ・エルステン・ルジャドラングス・プログラムズ、イン・ロード・ライン・ベスト・ファーレン、ケルン、ドイチャ・ジェメイン・デ・バーラグ、P89、エドアルト・ベルク、アルフレッド・ブルーンズ・ヘルムート・ミューラー、コモヤ・ナリー・ワッペンで、ハート・サーグ・トムズ・ベスト・ファーレン、カーク・ニシャス・サウアーランド、アーンズバーグ、シュトローベル、ピアニッシモ、 88 ISBN 978から3から877930175コモヤナルプロファルフィネントラープランズデイーテンバンク NRWP6 2019年1月28日閲覧 AB コモヤナルプロファルフィネントラープランズデイーテンバンク NRWP5 2019年1月28日閲覧全世代テンバンクフィネントラープ ベボケルウングイムリージェノレンファーグライッシュナーハレリジョン、インパーセントマイナス。2019年1月28日閲覧。コミューニルワラ2 0 1 4ン n r w フィネントラーップ。2019年1月30日閲覧。フィネントラーップ WHLT バーガーマイスター、ディートマルヘスブライブットイム AMT。ウェストフォンポスト、htps t、PS。 WWWP w で、ステイドット、クライス、オルプ、フィネントラップホエールとバージャーメイスター、デートマルヘスブライブットイム AMTID11086106、HTML2019 am 年1月30日、閲覧。ゲマインでフィネントラップハウトサツン、2019年1月30日、閲覧。2、エドアルトベルック。 アルフレッド・ブルーンズ・ヘルムート・ミューラー。コモヤナリー・ワッペン・デ・ハート・サーグ・トムズ・ベスト・ファーレン。アーンズバーグ・シュトローベル・ P88 ・フィネントラープ。ヘレルドリー・オブ・ザ・ワールド・2019年1月30日、閲覧。コモヤナリー・パートナース・スチャル・ファトン・フィネントラープ。2019年1月30日、閲覧。リンドックス・ジャパン・イン・フィネントラープ・ワイン・ジェス・チャティスト。 デアウェストン、https, w w w ダーウェ e s s o で、ステイドット、ナハリヒテンアオスアテンドーンウント、フィネントラープ、リンドックスチャパンインフィネントラープ、アインジェスチャルセット ID2517123、html2019 年1月31日、閲覧。ab、ネイチャーズフッツジェベットウントナショナルパーク、 アイフェルイン・ NRW ・ファッキン・ファーメーション、ゲベツ・リソン、ネイチャース・フッツ・ジェベット・グゼムト。2019年2月1日閲覧。ナトゥーラ2000、ゲビエテ・イン・ノード・ライン・ベスト・ファーレン、ファッキン・ファーメーション、リッスン・デア・ナトゥーラ2000、ゲビエテ。2019年2月1日閲覧。AB、クライス・オルプ、ランド・スカーフツ・プランムン。2019年2月1日閲覧。 コモヤナルプロファルフィネントラープランズディーテンバンク NRWP15 2019年2月1日閲覧コモヤナルプロファルフィネントラープランズディーテンバンク NRWP13 2019年2月2日閲覧ありがとうございます